私は激怒した。再犯14を始めて半年ほど経つが、お金が一向にたまらないのである。日本の賃金上昇率が緩やかなのは、労働力が硬直化していることが原因と言われている。そう、日本人は転職しない。時間をかけて一つのことに集中する、といえば聞こえはいいが、実際は変化を恐れ、現状に甘んじているだけなのだ。その結果、能動的に行動することもなくなり、生産性の低下が起こる。企業にとってみれば、社員は転職を望んでいないため、積極的に給料を上げる努力をする必要がなくなる。その結果、日本の GDP は年率 3.6% のペースで縮小し。いや、何の話してんの？今は現実世界のお話をする場じゃなくない？その、なんていうか、ほら、ねえ、百歩譲って、現実世界でお金がたまらないのはわかる。でも、このヨルデアでお金がたまらないのはなんでなんだって話ですよ。これも現実世界と同じく積極的に転職しないからだと思うんですよ。ということで、意を決して養子に転職してみたまんまるちゃん。あ、この子はまんまるちゃんです。リモートワークの疲れを癒してくれる、最高にかっこいい子です。このまんまるちゃん、勇気一本で世界を救うぞって、私のこの槍で、この世界を救うんだぞって、意気込んでグリダニアで冒険者になったわけですが、新竜と羽滅戦の直前で私の仕事が忙しくなり、約3ヶ月ほどグリダニアの宿屋で休んでいてもらっても、誰かこの吸い込みって何の意味があるか知ってたら教えてください。そんなひまわりマークのついたまんまるちゃん、どうやらシシプさんにプリンセストラウトの納品を依頼されたようです。釣りポイントって結構人里から離れたところにあるので、マップを見て、釣りポイントまでひとっ飛びで向かいましょう。その間、私に最近起きた悲しいお話でもさせてください。今年のクリスマスもしめやかに終わったじゃないですか。こう見えても結構モテる方でして、今年も、まあ聖なる夜はパートナーと聖なる妖精なるしようとしていました。事前にプレゼントを用意し、ディナーのお店も予約して、さああとはクリスマスイブの当日を迎えるだけだって時に、まさかあんなことが起きるなんて思いもしなかった。その日は、仕事を早めに切り上げ、はい、釣りポイントに着きました。しばらく、まんまるちゃんのかっこいい釣りの様子をご覧ください。朝日に照らされるリムサロミンサが美しいですね。私もバス釣りの方を少々たしなんでいるのですが、コロスケが有効して以来、あまり釣りに行けていません。来年こそは、早くコロスケにおとなしくしてもらい、また大自然で釣りを楽しみたいものです。それではシシプさんに報告に戻りましょう。意外とシシプさんって短気みたいなので、急がないと。でも、急いでいる時ほど安全運転。あ、そういえば、この前この豚ちゃんで移動していたら、煽り運転の被害に遭いました。何を言ってるのかわからねえと思うが、俺も何をされたのかわからなかった。ありのまま起こったことを話すぜ。あの日は、3ヶ月のブランクから復帰した初日で、操作方法とか今後のやり方とかを思い出すためにリハビリしてたんですけど、そういえば、キングボクシーのマウントを受け取るの忘れてたのを思い出したので、モグちゃんから受け取って、早速レッツライド&スカイしてたんですね。確かグリダニアの国営の森だったと思うのですが、外に出た瞬間大量の豚ちゃんが集まってて、若干臭かったんです。ああ、豚ちゃんの匂いだなって、これが本来の豚さんの匂いなんだ。生き物の、野生の動物の匂いなんだって思いながら駆け抜けたんです。後ろから大量の豚が追いかけてきたんですね。トントコトコトコ。トントコトコトコ。復帰初日だったってのもあるのですが、普通に怖くて、急いでグリダニアに戻って、宿屋でログアウトしました。皆さんも、軽い気持ちで煽り運転しているのかもしれませんが、された方は本当に怖い思いをしています。想像してみてください。深い森の中で、大量の豚に、追いかけられる。もののけ姫です。戻ってきた戦士たちです。もう砲撃を受けても止まらねえ、彼らは止まらない。止まるんじゃねえぞ。みんな見ろ、これが身内に救う憎しみと恨みの姿だ。肉を腐らせ、死を呼び寄せる呪いだ、これ以上、憎しみに身を委ねるな。なんて言ってたら到着しました。それではシシプさんにプリンセストラウトを納品して終了です。今回、初めてゆっくり実況をしてみました。思っていたよりも大変でしたが、それ以上に楽しかったですね。ファイファン14を始めてまだ半年くらい。しかもそのうち3ヶ月は休止していたので、まだまだやらなきゃいけないこと、やりたいこと、やるべきことが残っています。まずはまんまるちゃんに家を建ててあげたい。そのためにはお金を貯める必要がある。漁師のことはまだよくわかっていないけど、世界中の釣りポイントに足を運んで、綺麗な景色を眺めながらのんびり釣りを楽しむ。そんな風に、エオルゼアを満喫しながらお金を貯めていけたらいいなと思います。
それでは、次回がいつになるかわかりませんが、まだまだ、まんまるちゃんの冒険は続いていくので、これからもよろしくお願いします。あ、ちなみにパートナーはいません。クリスマスも一人でしたし、年末年始も一人です。それでは良いお年をお迎えください。それでは、また。